皆さんこんにちは、ライジョです。先日、モチベーションということをテーマにね、セミナーやってて、でモチベーション上げようと思ってみんな来るんだけど、私の最初の「はい皆さん」ってモチベーション上げようと思ったらダメですよそこからスタートしたんです。でなんでかっていうとね、なんかやりたくもないこととか大切でもないことに無理やりモチベーション上げても幸せにならないからです。でそんなことやってるとこうだんだんね、やりたくないことを無理やりやって体が悲鳴上げてね、おかしくなりますよ。でだからやりたくないことモチベーション上げないで、本当に自分が大切だと思うことっていうのに、その自分で気がつけたらね、勝手にモチベーション上がりますから。であとはそれを邪魔しなければ、うまくやらせてあげればうまくいくんですと。で、まあ、そんな話しながらね、いろんなこと話してたんですけどね、目標設定すると、で行動を起こしたい、行動起きないっていう時にね、やっぱりちゃんと今みたいに目的アクセスするってやると上がるんですよ、モチベーションは。で行動必ず増えるんです。でなんだけどね、もう一個ね、実はもしかしたらもっと強力かもしれないものっていうのがあって、それは何かって言ったら、目標達成するための具体的な手順とかね、手段っていうものを可能な限り詳細に書く。でそのためには目標を具体化することも大切なんですよ。目標を具体化した上で、そこに至るプロセスっていうのをなるべく具体的にこれやってこれやってこれやってってやると、あそうか、これやるだけなんだ、よしやろうっていうスイッチが働くんですよ。でもう一個、それでもうまく働かない時はどうしたらいいかっていうのはね、とりあえずでいいから何かやってみる、簡単にできること。でこれ俗にね、心のスイッチとか言われてて、心のスイッチはやる気のスイッチか、やる気のスイッチは心の奥底にあって、で簡単にやれることでもね、とにかくやってみるとそれが押されるんだと。そうすると次のことやってみたくなるとか、やれるような気がしてくる。これは本当にそうでね、脳の中にこの側坐核という部分があってですね、でそこがこうやる気とかね、に影響してるとこう言われますけれども、そこはね、こうやっぱりね、行動を起こすとか何かをやるとこう活性化してくるんだって。だからいい目標具体的に立てる、で何が本当の目的なのかしっかり感じる、でそこと結びつけた形の目標にする、で詳細の手順をこう明らかにする、でとりあえず何か始めてみる、でそういうことがトータルに例えばね上げていくんですよ。他にもいっぱいあるけど、今日はその3つだけお伝えしましょう参考まで。それではね。